演奏ニコラス・ペレスセギは、アルゼンチン・メンドーサ出身のサッカー選手。リーベル・プレート所属。アルゼンチン代表。ポジションはミッドフィールダー。2006年9月9日、ゴドイクルスのプリメーラ・ディビシオン初得点を決めたことで、クラブ史に残る選手となった。この得点はまた、メンドーサ州のクラブがプリメーラ・ディビシオンで挙げた、初得点にもなった。2007年に、 エストゥディアンテスに移籍し、2008年のコパス・ダメリカーナでは、準優勝した。2009年のコパリベルタ・ドーレスでは、レギュラーとして優勝に貢献した。2009年5月23日、アルヘンティノス・ジュニアーズ戦で、ハットトリックを達成した。2011年7月6日、ポルトガル・スーペール・リーガの SL ・ベンフィカに移籍した。2012年2月9日、フルス。 エスプリアンテスにレンタル移籍した。2014年12月29日、バレンシア CF への移籍合意が発表された。2017年6月30日、CA リーベルプレートに移籍した。2018年のリベルタドーレス杯では、決勝でボカを下しての優勝に貢献した。2020年5月19日、リベルタドーレスカップのサンタフェ戦においては所属する。 GK たちが全員新型コロナウイルスに感染、プレーできる GK が不在となり、GK として先発フル出場、1ゴールこそ許したが、卒なくプレーして2から1での勝利に貢献した。2009年9月24日のガーナ戦で、アルゼンチン A 代表デビュー。2011年5月25日のパラグアイ戦で、代表初得点を挙げた。 2014年 FIFA ワールドカップでは準決勝、決勝にも出場、決勝でドイツに敗れたが準優勝に貢献した。2018FIFA ワールドカップに出場するアルゼンチン代表からは当初は外れていたが負傷したマヌエル・ランシニに代わって招集された。ありがとうございます。